サーブチャンネル。じゃあ次は中に詰めた。またかよ。ディズニーランド何回来んねー。お前ら年パス買えー。ということで今日もディズニーランドに来ております。はあ、ああ今のすごい息が長かったから。ちょっと待ってね。はい。今日は。みんなでダッフィーコーデをしています。ポンスはここにちょっとだけ茶色っぽい感じ でダッフィーのこのこれが着ぐるみがね、夜寒くなった時に着るように持ってきてます。もうね、ポンスがね、どこ行きたいって言ったらディズニーランドって言ったから、じゃあディズニーランド行こっかってなりました。しかも今日はね、ハロウィンが31に終わってクリスマスが11月の8日から始まるんですけど、今日はなんと、6日ということで、もう一番空いている何もない時なんですけど、その代わり乗り物にすごい空いて乗れる感じになってるので狙ってきました。クリスマスはね、ゆうくんと一緒に行きたいなって思ってます。ハロウィン行けなかったんでね、今回。すごい、見て、すごいよ。どう、わーミッキー、ミッキー、あとこれは誰、グーフィー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 、はい、ポンスくん、今回のポップコーンバケットはこちらです。じゃん、エリアン、エリアンです。この間ママが欲しかったラプンツェルのやつを買ったので、ママ今日はポンスがイタリアで頑張って お留守番しててくれたので、こちら買いました。エイリアン、ずっとエイリアン見るたび欲しいって言ってたんだよね、うん、食べてごらん。いただきます。あーむ、おいしい。エイリアン、エイリアンです。うまっ、うまっ、めっちゃうまっ。ポップコーンはね、おやつとしてすごい低カロリーでね、食物繊維がたっぷり入ってるからすごい素晴らしいおやつなんだよ。おいしい、耳はこちらを買いました。ボアのね、冬限定みたいな感じで新しく出たやつらしいです。これを買いました。うめえ、ね、おいしいね、うん、エイリアンがくっつもくっつってます。いやいや、よかったじゃん。エイリアンずっと欲しかったもんね。というわけで次ウィルハーマジックに向かいたいと思います。じゃあねー、行きます。ミッキーマウス食べてまーす。なんとポース、ポップコーンの中身をすべて床に落としてしまいました。だがしかし、ディズニーランドはとても夢のある国です。全部落としてしまったんですけど、代わりに中身だけをもう一度もらえるね、同じ味のチケットをくれました、お姉さんが。これをチョコクリームのところに持っていったらもう一個もらえるから、行ってねってポースに言ってくれたんだよね。はい、ポップコーンを入れ替えました。でも同じ味じゃなくってコーンポタージュ味にしました。おいしいね。ポンさん、そろそろお昼寝の時間かな。もう見て、うん、どれどれ、かけたの。あ、かけたの、いいじゃない。フィルハーマジック楽しかったですか。あとパレード、ウッディとさ、ジェシーにも会えたんだよね。バスとこれねえ、やったんだよね。これからプーさんのハニーハントに並びたいと思います。はい、今ねちょっとポンスがお昼寝で寝ました。でリサとね相談してね、シングルライダー行ってくればみたいな感じになって、スプラッシュマウンテンのシングルライダーに一人で乗ってきたいと思います。あー、怖い怖い、やだ、一人怖い、初めてなので頑張ります。はーい、シングルライダー乗ってきました。マジで楽しかったんですけど、やっぱなんかこう楽しい気持ちとか、うわ怖いなみたいな気持ちをね、一切口に
できない。ちょっとちっちゃい声で、はあ、怖いなんか、はあ、もうそうかみたいな感じで、なんか一人でちょっと言うみたいな感じが、すごい悲しかったね。初シングルライダーで記念撮影をしたんですけど、こちらなんと顔が隠れてる。めっちゃ思いっきりさみたいな顔したのに、もう前の人のイエーイみたいな顔でもう全部隠れちゃってて、もう一人でさがっかりしたんだけど、まあでもね、ちょっと爽快感を味わえてよかったです。はい、というわけでまだポンさんは寝てます。てかね、シングルライダーマジで5分で乗れた。5分で乗って、乗ってる時間が10分ぐらいだから、まあ15分ぐらいで帰ってこれたって感じで、めっちゃ良かった。めっちゃ良かったんだけど、まあ寂しかったけどね。まだポンス寝てますので、ちょっと、うん、チキンでも食べに行こうかなと思います。あ、あ、わしわし、こんにちは。はい、ということで見てください、じゃん、お揃いです、イエーイ寒いからね、夜ね。暑い、今、今まだ暑い。いや、いいね、いいね。いい感じです。これからウェスタンリバー鉄道かジャングルクルーズか何かしらに乗りたいと思います。じゃあ、ザークのどこのこと、なんかぶついてた、行ってくる。まずもぐだと言ってます。はーい、さっきさカラスにさチキン食べられちゃったんだよね。さっきなんか チキン食べてたら、あのカラスがやってきて、それでチキンを食べて飛んでっちゃったんだよね。最悪でした。めげずに頑張ろう